では、皆さんこんばんは。美学校中澤秀樹文献研究2016年度第5回でございます。本日のゲストは革命家富山光一氏、マルクス主義アナキズムを経て2003年よりファシスト、九州ファシスト党我々団総統として活躍中でございます。人民の敵、デルクイ発行編集、大会に芸術弾圧誌、メインストリームなども、ございます。ということで、ここから先は中澤先生にお任せしてよろしいでしょうか。はい、友坂さん、自己紹介を。私、急に司会を仰せつかりました、友坂明憲と申します。我々団の関係者として、隣でこそこそ何やらやっている状況でございます。東京で、いろいろなところに顔を出しておりますけれども。一緒に住んでたことがあるよね。そうですね。そうなんだ。最近美学校の活動が気になりだしまして、で今日は初めて見学に来たんですが、さっき司会をやると言われたのでやります。急に司会に変わった見学じゃなくて大変鮮烈で申し訳なく思っております。あとはもう黙りますので、ちょっといやいやいいですけれども、友坂さんは今言ったように美学校が初めてなんですけれども、この前AI 美経験 の司会をお願いした人でもあって、AI 美経験のスタッフですでもありますということです。で、ちょっと人たちに紹介すると、正規受講者の方々がこの辺の人たちなんですけど、立岩さんと三田さんと高崎さんと高田さんとあと聖羅さんで、あと他に正規受講の澤田さんという人は今日は体調が良くないらしくて、それでユーストを楽しみにしてますということのようです。という感じかな、正規受講の人です。あれ、あ、そうだ、忍ばず来てないですね。あ、本当だ、忍ばずさん来てない。遅れてくるのかな。何も聞いてないな。何も聞いてない。うん、あともう一名、まだ到着してない人が来て いるという感じで、今日は富山さんを、お招きをしましたということで、で僕のね、ホームページのここからですね、行くとですね、ちょっと遅いんですよね、僕の。来たこの一番左下のとこ、文献研究をクリックすると、この部屋ですね、今こういう状態ですね。で、今年はこれですね、富山光一氏を迎えてということで第5回ということで、今友坂さんが読んでくださってですね、文章がこのように載っているということで、で、いつも先にちょっとご説明してるんですけれども、ちょっと音をちゃんと出して、配布物、さっき僕の方のちょっと配ってるんですけれども、9月3日公演があるので、それの関係のチラシが配られました。あとそれから富山さんの方からも名刺のね、来てますねという感じで、あとこの前は立岩さんが今開催中のね、はい、ギブメンタルの一環のやつでもあるんですけど、はい、先ほど僕は拝見しました、はい、ということですね。で、あと今年度より本講座実況還元配信還元記録公開前提としておりますということもいつも言っております。あと講義中の飲食自由です。20時半頃に1回休憩します。終了22時目指しますという、今日は来てないんですけど、で終了後よかったら近場で飲食しましょうというような感じでやっております。なのでこれ飲みますちょっと飲みつつ、ね、いいですか、そういうの、はい、飲みますか。あ、お酒もある。あ、どなたが持ってきてくださいん、ちゃんと持ってきて、ちっちゃいの持ってきました、ね、あ、これありましたね、うん、あ、そうですね。でもこのこっちの方が締めてる締め待ち、こっちの方がなんか濁り、冷えてる、今飲んだ方がいい感じなんだと思うんですね。そうです、ちょっといただきたいと思います。富山さんはビール派。ビール派、じゃあ、まあ、手弱でいきます。あ、はい、
ってみましょう。あ、失礼。で、今回ね、富山さんのあのツイートで、さらにその後のツイートがあるんですけど、これ6月の段階の、ツイートがですね、あの今回は久々に早期の東京滞在となる予定で、7月半ば。これが、これで、ね、これで今日運びになるわけ。これですね、そう、7月な、そうそう、あの俺の授業で喋ってほしいみたいな大学教員からの要請も歓迎みたいな。これ2回してるんですね、ツイートをね、もう1個がその次の日にやってますので、この今度これがここにちゃんと入る。ああ、そうですね。両方入る。で、これで、ちょっと僕のところ入る。あ、これですか。で、これか。これをさっき帰ってきたヒトラーを見てた。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。2時間前です。結構なんか原作を、日本語版が出て結構早い段階で読んでて、それもすごい面白かったんですけど、まあ映画も それなりではありますけど、全くこういうなんか見覚えのあるストーリー見覚えのあるストーリー一体どんな映画なんだろう。俺その前のツイートってどのくらい前だろう。ありましたよ、ね、なんかあの桜子さんが私メンヘラじゃないもんって先にあっちの方ももうあれ今日もなんかこれに反応してだからメンヘラじゃないって言ってるのにって言ってる黒服のメンヘラ気味の黒服の秘書ですなるほど、はい、それでどのくらい前で、こうやって見てるとあるの、もう随分前です、まあ、そうですね、まあ1日に3回しかつぶやいてはないと思うんですけど、6月の前半、来たのが6月の10日ぐらいですからね、その頃じゃないかな、その頃、ここにリツイートはしてないんですかね、富山さん自身がリツイートはしてないんですよね、さん私メンヘラじゃないの。あ、そう。それをやろうと思ったんだけど、タイミングがじゃあまあいいや、いいってことで、帰ってきた人らを見て、今お越しの富山さんがここにいらっしゃるということですね。はい。で、まあそういうことで、まあ今日ですね、僕から富山さんには富山さんの自由講釈もしくは中澤並びに受講者とのおしゃべりという形で事前準備されてなくてもされてもされてなくてもどちらでも良いです、良いようなノリですみたいな、というか結構アドリブでされることが多い方ですというのは知ってますので、なのでそういうふうにも言ったんですけど、こういうふうに言っても例えば藤井正美さんとかすごいバーって講義がいいとか書いてとかというそういうタイプの人もいるんですけれども、そうですね、あと美学校ということで、まあ、芸術の話が期待されているだろうかと、逆にプレッシャーを思わせる必要はないと思っているので、まあ、芸術の話にする必要はないですけど、まあ、でもするのでもよいというふうにしか伝えてないなというところです。で、富山さんの政見放送は皆さんとてもご存知ですか。知ってますか。知らない、うん、でね、僕も知らなかったです、うん、僕も実は去年じゃない、今年やっと見たくらいの話です。新参者なんです僕はだから富山さんを政見放送からじゃなく入ったと。もともとガスニックのスタッフ S 上を学校に出入りするようになってという感じですか。
か。あ、そうですね。で、山本桜子さんが、この人が2012年の、中田秀樹文献研究がその時本講座としてできなくて、受講者が集まらなくて、で番外編という形で都度受講者募ってやる形式だったのが1年間あったんですね。でその時に都度受講者なので、まあ、誰でも例えば旅行中の人も来れるということで、福岡から彼女が来て、たまたま第1回の時にやってきて、帰り際に なんとかかんとかって言って置いてこうとして、ちょっと待ってとか言って、それがメインストリームの創刊号で、でそこにメインストリーム宣言っていうのが出て、そのメインストリーム宣言は東野大地さんが書いた。メインストリームはどこですか。知ってる人と知らない人がいる。我がファシスト党の、うん、まあ、傘下の組織で、芸術弾圧を掲げる、まあ、グループがあって、でそこが出している発行物のメインストリームという。そうですね、坂崎さんだけが知らない感じかな。ごめんなさい、坂崎さん失礼しました。すみません、多分知らないです。なんかね、要するに、なんか表現の自由とか、その芸術の自由みたいなのを、まあ、普通芸術家はこう商用するというか持ち上げるわけだけど、そのこと自体に、まあ、疑問を発するような、冊子ですね。で、なんか、宣言で言ってんの、うん、宣言文が非常に面白くて、でさらに、まあ、我々一応ファシストですから、でファシストというと、そのヒトラーが昔やったその、大敗美術展という、ヒトラーが否定した前衛美術、現代美術ばっかり集めて、見ろこのくだらなさみたいな感じで展示するっていう。でそれがね、そのやっぱり共産主義のソ連とかでも現代美術は弾圧されるんだけど、共産主義国ではただただ弾圧されるんですね。だけどそのファシズムのヒトラーは、その見ろこれをみたいな感じで晒し物にして弾圧するっていう、なんかこう同じ弾圧するにしても芸があるっていう。でなんか一応僕もそのファシスト党を始めた頃から、その現代美術を徹底的に弾圧するという、最も前衛的な芸術パフォーマンスみたいなコンセプトを言ってたんですよ。でそれを、その辺を知らないんですよ僕は。だから、そうなんですよ。それをまあ東野が、僕はまあ思いつきとか大雑把に言うだけなんだけど、それをうちの、もともとなんかポンコツ芸大をエフラン芸大を出た東野大地先生が、京都造形だね、造形大かな、全然ポンコツじゃないです。そうですか。いや、まあ一応僕の立場としても日本の芸大なんか全部ポンコツ芸大だという。そうです。立場なので、でまあその元々美術旗だった東野大地が、なんかこう僕の思いつきをもっと緻密に展開してくれてるという感じです。で東野さんの場合は、イタリア未来派がファシズムにつながっていったじゃないですか。でそこの経緯をかなり順当に追ってるんだけど、富山さんもそういうところがあって、そこはむしろ東野さんの方の方が強いやり手。例えば僕自身、そのもう突然戦の時にはすでにアップされてたと思うんだけど、発信の方って文章書いてて、それの中ではその未来派の解決もしてある、で、あ、じゃあ全然そうなんですね、ここにメインストリーム創刊宣言あって、ちょっと、文字が小さいと思うんですけど、まあ、この辺で何を言ってるかっていうと、ソ連がソ連がまだあった頃、芸術の弾圧をして、表現の自由に対して弾圧を始めた、当局はそれに放水車とブルドーザーを差し向けて粉砕した、誠に悲しむべき暴挙である、
ていうことを変えて、そのここからですね、うん、そうですね、で、ね、こういうものが出てくるんです、こっちでいい、お前らもそう思ってんだろ。本当だ。そんなにあまり意味がある。あまりない。お前ら戦後民主主義の自由の訓導を受け、人は生まれながらにしてかけがえのない個性という賜物を与えられ、その個性を最大限に伸ばし、ゆくゆくは存分にそれを発揮できる場が与えられていると信じている者たちよ。みんな違ってみんないい、とかさらっと言っちゃう愚民どもよ。お前らは思わないのか。お前のその個性には何の価値もないのだと。個性の尊重、表現の自由という大義名分に味方されて、お前が御称号をごとに育てているお前の期待したその内面には、まことに守られるべきなものも残っていないのだと。いや、初めから何もないのだと。お前の個性、それに一体何の価値がある。価値なき内面を表現する自由に一体何の魅力がある。で、まあ、我々の見解、お前らとは異なるということで、まあ、要するに芸術を嫌悪する、お前らの内面を憎悪すると言って、それはね、正確にはね、新方法に驚いて、桜子さん、新方法の特に平間さんに驚いて、平間さんという人がいるんですけど、でそれを見て、この何の屈託もない、何の、ずさんちも何もない、かっこように見える、一体、ね、なんだみたいな、これはあらゆる、政治、政治組織、あらゆる政治組織、結社、芸術団体のさらに、上部組織でなんかそんなようなツイートをね、一回してますね、というようなことでございました。ということで、あと富山さんの、政見放送はじゃあ見ないでもいいですかね。 見たいんですか。まあ別に、うん、帰ってご自宅で見てもいいし、さっきのパンフレットに、全文テキストはそうですね、でこれが2007年の段階だから、例えば、そこに、まあ、見たことない人はそのテキストの、その演説原稿を読んで、まず頭の中でこれがどのように読まれるのかを想像してから見ると楽しいかもしれないですね。そういう楽しみ方があるんです。うん、今となったらね、まあ、一種の演劇ですからね。っていうか演劇度高いですよね。で、いいんですか、今日こんな風に素な感じでいいんですか。うん、全然、まあ、普段からああいう喋りでやってると疲れるに違いないし。いや、わかんないですよ、普段から全部が演劇でなければいけないみたいな、ここが正しいかもしれなくて、だから、富山さんが、公民館で話されるとき、この前生で見ましたけど、その前も何か YouTube か何かで見たときに、あ、こんな風に気さくに話すかわからないみたいにちょっと思ったのがありました。でもなんか最近のこと、結構、まあ、演劇関係の人と話すことは多く、ええ、読んごが、うんうんうん、その、まあ、さっき配った、全国を旅している点と芝居と、まあ、付き合いが深いんですけど、まあ、そこをはじめとして演劇関係者とはかなり、まあ、一般の人よりは交流があり、その人たちと喋ってると、やっぱり僕が政見放送でやったことって、役者が台本を与えられて役作りして稽古するっていうのとほぼ同じステップを踏んで完成させてますね。うん、そうなんだろうなっていう感じはしました。というようなことですけれども、じゃあ司会の人にちょっと仕切ってもらいましょうか。今ちょっと申し訳ないんですけど、1分ぐらいお願いしたいんですが、普段どういう進行なのかよく分からなくて、そうですよね、はい、そうなんです。普段のことは考えなくて、まず、とりあえずはここ、その卒業生のことはもうなんていうかな、あちこちで喋ってるし、それ以降やったことをいろいろ喋った方がいいのかなと思いますけどね。
したらですね、じゃあちょっと まずなんですけれども、ね、お二人であのどういうふうにこう出会ってこういろいろお話をしてきたっていうところがですね、結構そのコンテンツになるんじゃないかと僕は思ってまして、でそのまあ、多分同時並行でじゃないんでしょうけれども、まあ、富山さんは富山さんなりにいろいろ活動されてきて、で中澤先生もいろいろ活動されてきた歴史あの経緯があると思いますよ。でなんかそれと絡めながらなんかお二人のそのなんか慣れ初めというかどういう議論が慣れ初め今ですね、今慣れ初めです。そうですよね、なんか交流会で何度かお会いしますけど、交流会人が多いからちゃんとじっくり話したということはそんなには あそうですね、ね、僕にとっては今は 生3度目で 1度目は、2014年の前回のトークライブかな、前回のトークライブの打ち上げ、前回ってつい最近の、いやいや、この間のその1個前、その1個前かもしれないです、2年前とかですよね、あの高円寺で、あの佐村豪一事件のこと、高円寺でなんか20人ぐらいで飲み会をした時かな、うん、で、佐村、とにかくあの飲み屋の、飲み屋というかそこのお店の壁掛けテレビに佐村豪二じゃない方なんて言ったっけ、あー、ゴーストライターの、そう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 、新しいという字がついてた、新垣隆さん、うん、で、新垣さんは僕、あの前面識があった人なんだけど、新垣さんが出てるみたいな感じで見て、それがあの様の合致会見だっていうことで、へえみたいな感じだった時が、あの富山さんに会った時だから、日付も特定できる、そこから会見があった、じゃあなんか、富山さんがまず、政見放送をされたっていうところはもう飛ばしていいんだれば、なんかその背景にあるなんか政治的主張をちょっとさらっと10分くらいですかね、あのお話しいただいて、それをなんかその後でなんか続けて中村先生がなんかおっしゃっていただけようか、中澤先生中澤先生今そのパンフレットの年譜にも書いてある通り、そもそも始まりはいわゆる反管理教育運動、あ、そこにあった、要するにまあ90年代半ばぐらいからそのだんだんゆとり教育とかになっていくけど、それ以前の管理教育と言われてたその生徒をまあとにかくもう異常なぐらい管理して、まあ意味不明な拘束とか、時には体罰とかで生徒をバシバシと、管理していくというような学校状況だったんですね。で、おそらくそれをね、60年代、70年代学生運動を潰し、まあ、高校生も学生運動やってましたから、そういうのを、抑えつけ、そしたら今度はそのヤンキーたちが暴れ始め、で校内暴力の時代になり、で校内暴力の力でねじ伏せ、でその生徒と教師の力関係というのも圧倒的に教師優位になってた、その80年代半ばから90年代初頭にかけての時期、そういう時期にちょうど高校生だったの でそれに抵抗するっていうところから始まったんですね。で、これがの著作一覧の3つ目くらいまでになってますか、うん、そうですね、まあ、著作一覧の1個目が僕の高校退学宣言と、次がハイスクール不良品の宣言、一応持ってきてようとしまう、校門を閉めたのは誰、教師か、非常になんか恥ずかしい本がいっぱいあるんですけど、それならどういうか、あ、これが最初の本ですね、で今日ボロボロになってるけど、はい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 、ね、これってあのピエタンサドみたいな描き方、ん、ね、このイラスト、あ、これはだから出版社が作ったものだから全然ちょっと見ていいですか、ね、有名な人だったりするんですよ、こんな顔だったんですか前、そう、これ18歳ぐらいこんなだった素晴らしいです、表紙出してたり、なんか書いてますけど、ごめんなさい、昔、あの、イラストレーター、うん、カバー印刷所でしかない、
なんか書いてないから、書いてないレベルの人なんですかね。どっかに、うん、ちょっとすみません、はいはい、あ、小野俊之さんか、今一瞬見えた、見ました、うん、はいはい、あ、小野さんか、はいはいはい、今まあそういう反感に空腹、要するにまあ、1980年代後半というともう高校に学生運動とかもほとんどないんですけど、まあ、その頃に、やり方もよくわからないまま、学生運動チックなことを、自己流に、やろうとしたという感じですね。で、まあ、だからまあいけすかない子供だったんですよね。なんかこう、教師も暴れて反抗してくるようなやつはね、対策も簡単だけど、なんか生徒の人権がみたいなね、そういう、こう小賢しい抵抗してくると、その教師もちょっと対応に困り、いろいろ、まあ、揉める毎日という。で、でも結局まあ、だんだん学校にいられなくなって、その学校を転々としてあげく、まあ、2年間で3つぐらい高校変わったあげく、中退にまあ追い込まれるんですよ。でその後もちょうどね、高校辞める前後に、この今東京で世田谷区長になっている、保坂信人さんという人がいまして、その、1970年に15歳とかぐらい で中学校で全教頭をやってたんですよ。で、あの麹町中学全教頭を名乗り暴れまくっていたために、内申書がめちゃくちゃ悪く書かれて、で、受けた高校全部落ち、で、まあ、その内申書をそういうことに使っていいのかっていう裁判を起こして、その後70年代80年代ずっとその裁判続いてて、でその裁判闘争の支援グループがだんだんその反管理教育、まあ、学校批判のグループに、なっていき、でそこがちょうど僕が高校を辞める前後の88、9年のあたり その全国のその中学生高校生の、まあ、学生運動チックな、ことをやりたがる、中高生たちの、まあ、ネットワークの中心だったんですよ、小坂のことがやってるグループが。でそこを、まあ、僕は高校辞める頃に知ってしまい、あ、これをもっと早く知っていれば、もっと有効な戦い方が できたのにと思いながら、でももう辞めちゃうので、でも、まあ、諦めの悪い性格なものですから、その辞めた後にじゃあ自分が保坂のことの役で福岡にそういうグループを作ればいいんだと。で、自分が高校を辞める経緯を手記にまとめて高校を出し、でこれを読んで集まってきた、まあ、特に福岡でのみ、福岡でのみというより福岡の紀伊国屋書店福岡店でのみベストセラーになった本なんですよ。でだからまあ福岡の高校生とかが特にいっぱい手紙をよこしてきて、でそいつらを、そいつらが出入りする、福岡の、まあ、学校と戦う中高生のグループを、僕自身もまだ18、19でしたから、で主催して、でそれがまあ90、21ぐらいまでかな。で、まあ、結局挫折し、まあ、その後あの学校問題でいろいろやっていく過程で、それはまあ学校とか文部省とか教育委員会は敵なんだけども、そのいわゆる理解ある大人たち、その、親とかでその子どもたちの人権を守らなければいけないみたいな運動をやっている、まあ、左翼系の市議運動の人たちとか、あるいはその、教員でも、まあ、日教組系の人はそういう、管理教育批判をやってましたから、そういう、まあ、左翼的な教員たち、そういう、まあ、もともと僕ら戦う中高生に理解ある大人と思ってた部分が、なんかどうも彼らがやりたいことをやらしてるだけじゃないかみたいな、その反発などが生じ、その内側から批判を始めたんですよね。そういう大人たちの左翼運動に対する批判をやり始め、それでだんだんその、最初の頃はね、なんか久々にそういう元気のある若者が現れたとか言って、福岡のその左翼系の大人たちにもちやほやされてたんですけど、だんだんその反抗的になってしまって、この世界からも排除されてしまった。で、まあ、そういう、
管理教育批判の延長での管理社会批判と、その同時にその、そういう左翼的な運動主流派に対する批判みたいなものが同時並行でずっと90年代続けていて、で、まあ、その挙句なんか、福岡でのそういう、まあ、孤立した状況の延長線上で、まあ、捕まってしまうんですよ。で、まあ、獄中で2年間を過ごすんですけど、その2年の間にその獄中2年長いですよね。獄中にいた2年の間にそのファシズムの元祖であるムッソリーニという人の分厚い伝記を読んで、で、それを読むとムッソリーニ自身がもともとアナキズムに近いかなり過激な左翼の活動家で、で、だけどやっぱり左翼主流派と揉めて追い出され、で、その国家権力と左翼主流派とどっちも敵として、戦って勝つにはどうすればいいんだみたいなところで、あのファシズム運動っていうのを立ち上げていくっていう過程が描かれていて、で、それを読んで、あ、俺がやりたいことはこれだと思って、で、まあ獄中でその出たらファシズム運動を始めようと思ったんですね。で、その選挙に出るアイデアっていうのも全部獄中で考えてたんですよ。なるほど。まあ考える時間いくらでもありますから、うん、で、選挙に出て、当選することさえ考えなければ何でも言いたいことが言えるんだと、当選しようと思ったら当たり障りのないことを言わないといけないけど、最初から当選する気なければどんな過激なことだって言えるし、かつその、特にもう95年のオウム事件以降というのはその、なんか不審者狩りが社会でものすごい進んで、 まあ、それまでもその例えば電柱にビラ貼ったりするのは軽犯罪法違反かなんかではあるんですけど、そのだけど、まあ、違法ではあるんだけど、なんとなくその現行犯でないとまあ捕まらないみたいな、そういう不文律みたいなものがあり、でなんかね、路上でのビラ巻きもまあたまにまあ揉めることはあるけども、基本的にはまあ、まあ比較的自由にビラ巻きもできてたんだけど、その95年以降というのは本当に最初はオウムが取り締まられ、でそのうち過激派が取り締まられ、でまあヤクザだの、なんか外国の工作員だの、その社会に怪しいやつがいっぱい、危ない怪しいやつがいっぱいあなたの隣に紛れ込んでいるみたいなキャンペーン的に、オウム事件を切り広がっていき、それが、だんだんなんていうかな、ストーカーであったり、まあ、DV とかもそうでしょうけど、あるいはその、路上でタバコ吸ってるやつとか、なんかどんどん対象がこう拡大していき、なんか周りと違うやつ、なんかこうそれまでは迷惑行為ではあったかもしれないけど、まあ、法的処罰の対象ではなかったような人たちまで全部法的処罰の対象になっていく、そういう中状況になると、その単なるビラ巻きビラ張りとかでもその、まあ、かなりきつくなっていくんですよね。増えたのがそのアパートに、まあまあ、共産党なんか弾圧してもいいというふうにファシストだから持っていないこともないんだけども、その、なんか共産党とかがね、その辺のアパートの、郵便受けにビラを入れて回るのを、建造物侵入で逮捕したりする事件とか、そういうのがもう2000年前後から増え始めて、で、まあ、そういう状況下で管理社会の強まりをひしひしと感じながらの獄中生活だったので、なんかビラ巻きも自由にできないような社会で何かこう表現していく方法ってことで選挙っていうことだったんですよね。選挙に出るとその、まあ、選挙は一応その民主主義国家 の、 そのもう根幹の部分だから、ここでは最大にその言論の自由を、まあ、建前的にも保障していかないといけないので、それをまあ逆手に取ることができると。で要するにもう僕の政見放送を見て、その日本にも言論の自由があると思ったみたいなバカなツイートがいっぱいあるんだけども、実際は言論の自由がないから、その最後の砦である選挙運動を利用しようとしたってことで、なんかね、今ちょうどやってるけど、その東京都内に、
1万数千箇所のポスター掲示板が設置され、で、立候補さえすればそこにもう貼って回る権利が得られるし、でかつ選挙広報といって、まあ、新聞みたいなものが、各候補者の、まあ、書きたいように同じ各候補者平等に同じ広さのスペースが与えられて、そこにとにかく何でも書いていくという、そういう新聞が括弧配布まではされないけど、まあ、税金で広く行き渡らせられるでしょう。で、都知事選の場合はさらにテレビの演説もできる。で、そういう、まあ、選挙にさえ出ればなんかね、堂々といろんなことをやれてたと思って、で、で僕中でね、すでに全部はそのポスターのアイデアとか、そのポスターその政府転覆ってデカデカ書いてあり、でそのこんな国滅ぼそうとか、改革はもう諦めようとかさ、なんかそういうことばっかり書いてある。で、富山浩一に悪意の一票とかいうのもその時に思いついてるんですね。で、なんかそういうポスターのアイデアとかをなんか僕中でなんかノートに落書きしたりしており、でただその時はそれは没収されない。あ、だから書き物帳は、うん、書き物帳は大丈夫。うん、一応ノートは一冊購入して自由に書けますから、うん、自由に書いて持ち出して大丈夫、うん、検閲はされますけどね、うんうん、まあそういうのに、検閲されて取られちゃう場合ってあるんですか。ね、事例は僕は具体では聞いたことないけど、何を検閲してるのかもよくわかんないですけどね。なんか他の囚人との間のなんか怪しい関係とかが、それでなんかバレたりすると、別に思想内容チェックはないだろうということなんですね。一応だって役所だから、そういう人権に最低限を配慮しなきゃいけないんですよ。はいはいはい。でもまあ、でも僕中で考えてたのは僕自身が出ることじゃなかったんですよね。要するに僕中でファシズムというなんかみんなが忘れ去っていた可能性に思い当たり、でそれをなんかファシズムっていう言葉を聞くと普通の人がイメージするようななんかそういう全体主義国家で、なんかね、まあハリウッド映画でヒトラーが描かれているような感じのファシズムみたいなものではない本来のファシズムというのをまあ再発見したつもりになり、で、で共産主義というもう一個のビジョンがすっかり魅力を失っている今、忘れ去られていたこのファシズム、開放的なファシズムというものの可能性をこう出所してから、広め始めたらもう一気に党員は拡大するに違いないと思ってたんですよね。で、まあ数十人数百人の組織になったらそこでまあ、選挙なんてものは革命政党にとっては中堅幹部の仕事ですから、党指導部は別にそんなね属性のしょうもない精神とは関わらなくていいわけです。ただまあ宣伝、要するに党宣伝局の仕事みたいなもんですよ。でそのまあそういうことに向いた、まあ、多少実務能力があり、なんか議会とかで派手にこうパフォーマンス的にこう政府とこう議論とか見せるのがうまそうなやつとか、なんかそういう向いたやつを何人かピックアップしてその選挙に出すというような時の、アイデアでもあったんですけど、もうなんか出所してそうやってファシズム運動をやってみても、ファシズムの旗を掲げてみても、全然こう人が集まらないし、でしょうがないからもうファシズム運動の同志を集めるために俺がまず選挙に出ようと、で、都知事選出たんです。から出所したのが2004年で、その翌年2005年にまず自分で出ることを考え始め、なんか鹿児島のちっちゃい選挙に出てるんですよ。そうなんですね。でそれはほぼ実験的なものだけども、都知事選の時に使ったポスターとほとんど地名しか違わない。これです。これ霧島市議会選挙。政府転覆が公約ですからね。ね、150人に1人が私に投票。政府転覆を150人に1人が支持。1
これ150対1っていうことですか。いや、要するに投票者の150分の1。そうそうそう、はいはい、有効投票の150分の1を書く。はいはい。でまあこれでその、うん、試しにやってみて、で、東京都知事選の時は毎晩夜8時選挙期間中高円寺駅前集合って呼びかけたんだけど、この、うん、最初の実験の時は地元の隼人駅っていうね、ものすごいしょぼい隼人選挙区ですか、その JR 日豊本線隼人駅という、ま、マニアックな駅に、夜8時集合と1週間前で呼びかけていて、で1週間前で、まあ、10人ぐらい来たんですよ計。で、まあ、こんなその人口その3万人ぐらいの町で1週間選挙運動やって10人来るんだったら、これもっとでかいところやれば、と思って熊本市議選に出ることを考えたんですよ。県庁所在地クラスで人口が何十万人とかいうところでやらないとダメだなと思って、で、なんか九州中の選挙に出ようとしたんですよね。もうその度に住民票として、まあ、とりあえずは目前の熊本市議選に出て、で、まあ、来年鹿児島市議選があるからそっちにも出て、でさらにその次の年は大分市議選とかあるらしいからそっちに出てとかいうことをやろうとしてたんです。で熊本市議選の準備をしている段階で、どうしてそんなこうあちこちやるよりは、なんか都知事選に1回出れば、そのね、10回ぐらいやるのと同じぐらいの効果があるんじゃないかと思い始め、一網打尽です。でもそんなね、市議選だと30万でいいんだけど、都知事選300万ですから、はい、だから、まあ、10倍の効果と引き換えに、で300万の手続き料ね、供託金というやつですけど、一定の得票すると返ってくるんだけど、それはもう10人に1人の得票ぐらいのレベルだから、 10% までいかないと無理。じゃあさっき の隼人町は120人に1人だから断然きつくな、変換ライン120人に1人っていうのが気にします。 10倍なんですよ、そうです、12人通る選挙なので、12×15 なんですよ。で東京都知事は1人でしょ、ってことは 1×10 で11、そういうことです。で、まあ、だから都知事選の時も、都知事選の時ちょっと計算はしてないな、何人に1人を出てくれたんだろう、まあ、15,000票ぐらいは獲得したんですけど、まあ、供託金が返ってくるラインっていうのは数十万票ですから、まあ、到底それは及ばない。だけどまあね、それこそ、都民1000万のうち1万5000人はね、そうですね、数百人に1人が政府でのご支持ということですから、これはもう、その当時は誰だっけな、安倍ちゃんだったかな、2007年第1次安倍政権、その頃ですね、僕、覚えてる、2007年かそのくらいに、安倍さんが退陣までしたのは、なんか覚えてる、まあ、そういう、2008年、まあ、でもそのくらいですよね。今そうやって、多分その年は、そもそも熊本市議選に出る準備をしながら、都知事選の可能性を探ってたので、300万集められるかどうかっていうのが。で、結局どっちも出ることになったんですよね。都知事選なんとか出れることになって、だけど都知事選には実は東京都の住民票はいらないってことが分かり、じゃあ熊本に住民票を置いたまま出れるんだと、そしたらじゃあ都知事選出て熊本はそれ準備してたんだからそっちも出りゃいいやって、で統一地方選というのはだいたい前半でその大きな選挙やって、後半であちこち の地方の市議会議員とかやるんだけど、それ前半も後半も両方やるっていうのは多分あんまり例がないと思うんですけどね。まあそれを、九州の中で次々とっていうのは分かるんですけど、それじゃたまたま熊本だった、霧島の次が熊本、そうそう、ターゲットとして熊本、ターゲットというよりは次に九州の県庁所在地で選挙があるのどこだろうって調べたら熊本だった、たまたまだったんですよ。でそれのおかげで、今も秘密の味とかあるんですか。そうそうそう。でつまりその
それが住所を移すために借りたアパートが、うん、があまりにも便利だって秘密のアジトで、それが被災したと。あ、そう、この間ね、この間被災し災してで、ちょうど僕その日そのアパートにいてというよりは前日に大きな地震があって、でその日は僕は熊本におらず、で翌日帰ってきてそのアパート開けたらもうすごいことになって、で冷蔵庫は50センチ動いて、本棚は倒れて、全部倒れて、で本震が来て、さらにでその本震が来る数時間前に、まあ、熊本で、行きつけの店で2軒ぐらい飲み歩いていたら、その間にもなんか震度3、4ぐらいの余震があり、で、わ怖いねとか言ってマスターに言ってたら、マスターが、いや、まだ震度5ぐらい来るって話ですよって言うから、そのアパートに帰って寝るのが怖くなって、で、アパートの目の前のコインパーキングに車を止めて、そこで寝てたんですよ。そしたら、案の定夜中にあの本震の震度7が来て、で、車でわーって言うたね。でも車の中にいるとそんな怖くないんですよね。なんかあの遊園地のアトラクションぐらいのものですね。あの揺れはするけど別にそれで死ぬことはありえないし、あの電柱がもし仮に倒れてきても車がボコッとへこむぐらいのことだから、まあ車に守られてるから、うん、で、ああ怖かったみたいなつぶやきをした途端に、なんか夜中なのにあちこちその近所のアパートからいっぱい人が降りてきて、わーわー走り出してわめいてる人もいるし、なんかパニックになってきたぞと思って、でそのうちなんかパニックになってる女の人がなんか津波津波とか言い始めてと思って、地震そのもの車の中に入れて大丈夫だよ、津波はちょっとやばいぞと思って、そこでちょっとパニックになり、で車を降りてそのアパートというか、まあ鉄筋のマンションなんですけど、そこの上の階まで非常階段登って行って、で非常階段の手すりに捕まって揺られ、時々余震あるからこう揺られながら、津波情報を一応調べて、そしたらまあ 1メートルぐらいの津波が来るかもしれないぐらいの話だったから、1メートルなら大丈夫だと思って、でまた降りて、でそのコインパーキングでね、その出られなくて、そう、もう多分あちこちぶっ壊れてるだろうし、交通規制とか始まると移動できなくなるなと思って、翌日は今度福岡で人と会う予定だったから、これはもう交通規制とか本格的に始まらないうちにもう脱出して福岡に帰らなきゃと思って、で車出そうとしたんだけど、このコインパーキングのこの何ていうの、バー、いやバーじゃないバーじゃない、あの下でこう6番あれがね、あの停電になってるから動かないんですよ、お金入れても。で困ったなと思って、一回勢いでいけないかなと思ってガーンとバックしたら、ただガツンと当たるだけで、でそれを周りでもうあの押して周りでうろうろしてたあの人民がね、あのくつくつ笑ってたので、あのこっちも照れ笑いで、へえと人民の助けやってたんだ、やってたら、その人民が、良き人民、人民がね、良き人民が、あのいや、これ、こうやってギューッと押したら、あの6番踏みつけたら、いけると思いますよとか言うから、で、やりましょうかとか言うから、ああ、じゃあ、ちょっとお願いしますって、でその人民がこう、人民の力を結集して、こう、押していて、で、出れたんで、ありがとうございました。で、その直前まで要するに僕飲んでたわけだから飲酒運転なんだけど、で、今日はこれは飲酒運転を堂々とやるチャンスだと思って、わざわざツイッターで飲酒運転だが、この非常時にこんなことを責められる言われはないで、もしあのこれを検挙するようなことがあればね、あのいや仙台の地震だったら原発はどうなってるか分かんないじゃないかっていうふうに、その原発問題まで争点にして最高裁まで争ってやるみたいなツイートをして、そうやって宣言した、飲酒運転宣言した上で実際飲酒運転で福岡に帰る、ディスられてましたね。そんなにね、意外とあのまあ典型的な ディスるやつがいたって言って怒ってましたね。そんなにいなかったんじゃない、ディスがあったのをなんかちょっと別に言っただけなんですけど、そうかまあね、その典型的なあの犯罪自慢ツイートというやつですけど、意外と炎上しなかったあ、もっと炎上しなかったいや、まあ、しないようにやったつもりではあるんだけど、すみません、要するに
県知事選に出ようとしたことがきっかけで被災してる方ということでした。失礼しました。でこの間その、ま、熊本 の, そのアジトはそんなにしょっちゅうは使ってないので、そのままもうぐちゃぐちゃに中身がなったまま1ヶ月ぐらい放置してあって、で1ヶ月後ぐらいにその桜子とか含めてなんか九州ファッションと総出で震災の爪痕をやっぱり見ていた方がいいとか言って、ただ手伝わせに熊本行ってみんなで片付けてきた。あれって何？4月？5月？4月なのか、4月なの、4月の何日か、半ば中旬だったような気がするけど、この辺まあまあ、あ、なんかあるあるある、そうだそうだ、この辺秘密たちと隣様、ずれてたら死んでるこの辺で、このちょっと後ぐらいに、がこれか、これが地震が起きた瞬間ですね。この冷え、これは確かに怖いな。うん、がこれですね。はい、1時42分。1時半とかだったでしょ、地震が。そうです。で、福岡で交流出して戻れるうちに福岡に戻ることにしよう。言うまでもなく飲酒運転などこの状況で避難される言われはなしに自信を持って堂々と行こうか。仙台原発の信用ならわけだし。原発問題争点に最高裁まで上がってややこしいことにして、ややこしいことにしてということで、これが桜子さんですけど、上司から革命は任せたぞ、母との電話で、ここで人民の協力を得て破壊して脱出で、熊本から脱出に革命を任せた以降、連絡のない相当酔っ払った調子の上司は死んだかと思い、試しに出会ったら元気で福岡に着いており、部屋が悲惨な感じになって、多分自分で散らかしたと思う。で、こういうね、ちょっとこういう、あ、そうですか、そうです、人も黙ってればいいのにっていう人がなんかいたので、それに対して言えるのご飯を示すためだと書いてあるな。これのことだ、僕は見たやつ。でもこのくらいいた、この程度しかなかったって、2、3人そういうのがある。でした。まあそういう日々日常なんかね、それがね、やっぱ革命家に必要なことなんだけど、なんか変なことに時々巻き込まれたり遭遇したりするっていうのはね、革命家に必要な運ですね。あの時この東北の時は特に関わりはないけど、阪神大震災の時はちょうど始発の新幹線で京都に向かってる途中で起きたんですね。じゃあ本当に電車の中で、で広島で泊まって、でまた訴訟がいろいろ上がったらしくて、どうなりそうですかって、いや何が起きたのか全然分かりませんって言って、で広島駅のなんか待合室みたいなところに降りていったら、テレビで地震のニュースやってて、これは無理だわ、なるほど。松本はじめというやっぱり面白活動家も、原発問題で99年に JCO、なんだ、要するに放射能漏れというか、はいはい、なんかね、放射性物質を扱う工場みたいなところで放射性物質を東海村でバケツに入れて運ぶっていう、なんかとんでもないバカなことをやっていて、チェルなんとかコフ線香を見た、チェリンコフ光がバケツの中で、バケツの中でチェレンコフ光ができた、出たって。あれはもう世界中呆れさせたニュースだと思うんだけど、そんな危ないもんだってことは分かってるのに、なんかね、社内マニュアル、なんていうかな、もうとても危ない社内マニュアルがあり、その社内マニュアルをすら逸脱してバケツで運んでたっていう。
で、まああの、放射能漏れが起きたんだけど、その時に松本はじめ君はたまたま法政大の学生だったんだけど、そのあの人原チャリで旅行するの好きだから、たまたまその放射能漏れてる時間帯にあのその付近を原チャリであの移動してる最中 で旅行から帰ってきてから、その法政大学被爆者の会っていうのを立ち上げあの林業兵力の話だったんですか、今結局、ね、あとはたまたまそういうことに遭遇する、ね、そんな人に任せてでもあんまおっしゃっても大丈夫ですか、そこでと、あとまあちょっとそのまあ、選挙以降の話をすると、その例えば2008年とかには、2008年だったと思うけど、その当時それこそ今話したその法政大学というところで、もともと法政大学ってその今時珍しく学生運動がずっと残ってる大学だったんですね。でそれをまあ当局が何を思ったか、突然その学生運動大弾圧の方針に切り替え、でなんか2006年からそうなったのかな。で2006年から3年ぐらいの間に、その逮捕者も100数十名、それは延べですけどね、同じ人が何回も逮捕されてるんですけど、そのもうでその法政大学の学生団の運動弾圧に抗議するということを何かしなければいけないと思っていたところ、でもまあ普段九州にいるもんだから、なかなか東京まで出張っていって抗議なと思っていたら、なんか入試説明会、入学相談会みたいなのが東京の私立大学20校ぐらいが集まって、で全国をその入学相談会に巡業していることが分かり、でそこにあの福岡で10人ぐらい集めて、あのその入学相談会場に行き、法政大学のブース前に行列を作って、でその10人が10人ともそれぞれの理由で法政大学に入って学生運動したいっていうそういう相談で、その2時間ぐらいのその相談の時間を全部潰すっていうそういう嫌がらせをしたりとかね、それが法政大学入学相談闘争っていう、まあ文句があるんだったら、その学生の弾圧をやめなさいっていう言ったりとか、あとていうか法政大学の人いますよね、今も、だからね、今も一応残っちゃいるけど、もう学籍はない。この前一緒に上海美食で飲んだよね。 あれいつだっけ。あれはね、あれは遊学会だ。遊学会でこの前メインストリーム編集部の2人が呼ばれて、でその時に法政大学学生の人が来ましたよね。でも卒業して就職が決まったけど、それが3ヶ月でダメになって、そうだどうすんだよってなってた、なってて、それをスパの編集者が喜んでた。そう、その彼から面白い話聞けたって。そうです今そういうことをやったり、なんか何年だったか洞爺湖サミットに、それはね、サミットそのものには興味なかったんだけど、なんかあの僕の古くからの札幌の友人が、その反サミット運動の現地の責任者というか中心になっており、でなんか人でも足りないだろうし、手伝いに行くかぐらいの軽い気持ちで行ったんですよ。でもまあ全国全世界から何万人と現地に抗議運動で集まっていて、でなんかデモとかが行われ、でその時にやっぱりさ、来たからには一応富山浩一ここにありというのは何かで存在アピールはしとこうと思って、その時にエコ反対っていうね、そのでっかいプラカード作って、でなんか反サミットのデモの中に一人でなんかでエコ反対っていうのを掲げたんですね。そしたら世界中から左翼のアンローバリズム活動家が結集する中、エコ反対のプラカード1枚で存在感を持ち、その時はなんかそれを朝日新聞がカメラに収めてて、で朝日新聞のそのなんか反サミット運動特集みたいな写真のページに、その
僕が英語反対とで僕の横になんかあの世界的に有名な思想家であるマイケル・ハートさんがいたらしくて、たまたま歩いてたらしくて、あの参加する富山浩一氏とマイケル・ハート氏みたいになってすげえなこれ、プラカード1枚でね、目的を果たしちゃったでその時もなんかあのそれをね、いぶかしんでこう聞いてくる人いるわけですよ。これどういう趣旨ですかとか言って、でどういう趣旨ですかね。そしたらそのこの人話せばわかるなと思うと、そのちゃんと説明して、要するにあのそういうグローバリズムとかでいろんなこう問題起きてるし、かつ僕はもともと管理社会、監視社会反対の運動家なんだと。でそのグローバリズムの中にはそういうなんとかエコロジーとかフェミニズムとかそういう欧米の、民主主義思想の新展開が監視社会のむしろ後押しをするような役割もあって、うん、で例えばそのエコロジーという本来は左翼的な、部分から出てきた思想がそのゴミ出しのルールの厳格化みたいな感じでその管理する方向になっていることをもっと左翼自身が自覚しなきゃいかんという問題提起ですみたいな風にその話が分かりそうな相手には言うんですよ。でこいつ話してもなんかバカそうだなと思ったら、あのだってサミットのテーマの一つはエコじゃないですかとか言って、そしたらなんかポカンとはされるけど、なんか一応そのロジックとしてはね、でエコ反対と日本語ででかでか書いて後ろはね安泰エコとか書いてあって、でなんか外国人たちもいぶかしげに見てましたけど、まあ、そういう、まあ、あの規制の運動に絡んでちょっとにぎやかしをしたりとかいうことを、まあ、しばらく続けていたんですが、なんかそのねフリーター運動とかに関わったりとかしてたんですけど、で、まあ、2011年に例の311が起きるわけですよね、はい、でまあ、僕自身もともとその原発はそのずっと反環境運動を始めた頃にその第1回目の反原発ブームがあって、要するに広瀬隆現象といって、その流れで危険な話、うん、もうその年の大ベストセラーの一つですよね、原発問題を。チェルノブイリの直後 そのレポートした本が、パスタは食べるな、で結構そのそれこそそれまで、あまり政治的なことに興味なさそうだったポストモダン派の文化人とか新人類と言われている世代の文化人とかが、突然その社会派になった最初の例だったけど、伊藤聖子とか、そうそうそう、でその影響でだから今の清志郎とかの反原発のアルバム出す問題だったりとか、そういう時期ですよね。でそれがちょうど僕が、学校問題で運動に目覚めた頃だったから、反原発運動の影響を受けてて、それ以来も僕は一貫して原発反対の立場を崩したことがないんですよ。で、でそこでまあ原発事故が起きたもんだから、ただ僕自身はもう規制の左翼運動の人たちとは完全にこう、分離していたし、まあ、僕なんかがその反原発運動に入っていっても、なんかまた、追放されるだけだなと思ってたので、まあ、遠巻きに、でもこんだけでかい事故起こりゃさすがに無能な左翼でも原発ぐらい止められるだろう、ずっと安心して見てたところもあるんだけど、でもだんだんなんかこう、まあこれ展望ないなっていうような状況になっていき、でその翌年かな、2012年の暮れに、衆議院選挙があった時に、原発推進派懲罰遠征というのを、やったんですよ。でそれをやるためにね、外線車を入手しようとその半年ぐらい前からしてたんですよ。その衆議院解散していつ選挙になるかわからないみたいなことがもう春ぐらいから言われており、で早く外線車を入手しなきゃとか言って、で、まあ、たまたま結構早い段階、夏ぐらいの段階で、外線車を入手でき、でそのいよいよ12月に衆院選があったんですね。その時に、まあどうせ要するに自民党がまた復活した選挙だけど、安倍政権がまた始まった、民主党が、政権を失った選挙ですけど、まあ、自民党勝つのも最初から分かってたような選挙で、で、どうせまあ
それでも普通の反原発派はなんとか自民党から狭いとしていろいろ真面目に選挙運動やってたけど、そんなことやってて無駄なんだと、どうせ今回選挙自体負けるんだから、いかにその反原発派がこうモチベーション維持し、でまあなんとかな原発推進派の方々にちょっと嫌な思いをしてもらって、留飲を下げるで元気を維持するというぐらいしかできんだろうということで、で僕がやったのがその九州全域合わせたらその、まあ、何十人も立候補者いるわけじゃないですか。でそのうち15人ぐらいこいつは原発推進派だろうというやつをピックアップし、で選挙期間が15日ぐらいあるので1日につき1人ずつその街宣車でそいつの選挙カーを朝から晩まで降ります。でその街宣車にはその原発問題を争点にしてくださいっていう看板が掲げられてて、原発を推進する側は絶対原発問題言わないですから、反対派の人たちは原発反対を争点に掲げようとするけど、まあ、向こうはそういうやばいね、やぶへびになるようなこと言わないわけです。でそれをその、選挙カーが前を走るのを、こっちスピーカーあるからそれでまず、ショパンの早々行進曲ダーン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 ってあれを永遠大音量で流すんですけど、それだけでどんよりした空気になるんですけど、さすが名曲だなと思ったけど、これだけその街の雰囲気を一変させる曲もすごいと思って、でしばらくやって様子を見て反応がないとこう傘にかかって今度マイクに乗って今目の前走っている何々さんは原発推進派ですっていうのをこう道行く人々に告げ口しながら追っかける。で時々警察も呼ばれるんですけど、なんか違法ではないんですよ。何々さんは原発推進派だから落としましょうとか、あるいは逆に推進の立場から推進派だから応援しましょうとか言うとアウトなんだけど、原発推進派ですって止めてるから選挙運動に当たらないんですよ。で一応まあ言っても大丈夫なのかもしれないけど、一応念のために何々候補とは言わずに何々さんというふうに呼んでて、だから選挙と無関係に地元の有名人である誰々さんが原発推進派であるということをただ広く宣伝して回ってるだけってあるって、ここなんかね、熊本でしかも田舎の方で自民党の70いくつの長老の議員を追っかけたことがあって、たら嫌があったんですか、警察を呼ばれたんですよね。で、でまあこっちは追っかけてるわけだから、まあ向こうが警察と打ち合わせてここに来てくださいって言われたので、そのまんまと言い訳され、で、外線車止められ、で、まあ、事情聴取もあるから選挙カーも止められ、で、その選挙カーと僕らの外線車が止まっている周りを数十人の制服、私服の警官が取り囲むっていう状況に熊本の田舎の方になったんですよ。ヒーローですね。で、その状態で、その選挙カーにどうもその70いくつの自民党議員本人が乗っていて、でその人が突然選挙カーの前に掴んで、君たちは一体誰から金をもらってるんだとか言い出して、それも全部動画に収められてるんですけど、で、まあ、その誰から金もらってるんだまではいいけど、誰から金もらってるんだ、渡辺かとか言って、言った僕らその追っかけ回しながら時々相手が何か反応するとそれを実況中継のツイートとかしてたんですよ。でかつその、まあ九州中追っかけ回す15日間でガソリン代もバカにならんので、まあ、全国の心あるもしくは心ない反原発派の諸君は我々にカンパをっていうのを呼びかけてて、結構お金が集まってたんですね。でそういう状況下でそういうふうに言ってくるから、なんか今そのね自民党の候補が渡辺から金もらってるのかと言ってるんですけど、誰かこれまでカンパしていただいた中に渡辺さんって方いらっしゃるんでしょうかっていうツイートわざとこうね、かまととくってやったりして、ただだんだんそのうち最初渡辺かしか聞こえなかったんだけど、渡辺よしみかって言ってることが分かったんですよ。で
要するにみんなの党という今のあるのかどうか知らないけど、そのみんなの党という政党の代表である渡辺芳美から金をもらって自民党の選挙を妨害してるのかというようなことを言ってたんですね。で、なんかどうも渡辺芳美から金をもらってるのかと言ってるようです。で、ついては、まあ、これまで乾杯したいなと思ったけど、あの自分の名前で振り込むのは抵抗があるなと思う人は今後は渡辺芳美名義で乾杯お願いしますで、渡辺芳美から金をもらって動いてるということに事実の裏付けを作りましょうとか、ね、そういう感じでやったら全国各地のその自称渡辺芳美からいっぱい、まあ、ますます乾杯集まりやすいんで楽しかったですね。でそのいや今の話はあの富山さんから見た見方がそうなんだなっていうのはあの分かったんですけど、この前のメインストリームの遊学会の時だったか、桜子さんの一人の独演会の時だったかの山本さん、桜子さん側の見方だと、むしろ、こう誰々からお金もらってるのかっていうのを聞いた瞬間に、あ、こういう利害関係で動くというふうに思われてる中に自分たちは利害関係じゃなく入っていってるということをすごく面白いと思った。そっちの見方もあったんですよ。なので、まあ、両方の見方、その金もらってるのかと言われたっていう報告のツイートをした時も結構その反応のツイートではやっぱり奴らはそういう発想してるんだなっていうような、自分たちがそういう発想で動いてるから全員そういう発想で動いてるに違いないと思い込んじゃうんだなみたいな、そういうつぶやきいっぱいありますけどね。あの今ちょっと人工知能に凝ってるんですけど、人工知能って汎用性と特化型があって、で特化型の場合はあの渡辺芳美が使う人工知能として動いてるみたいな状態なんで、そうじゃない、汎用人工知能の場合は自分で考えて自律的にあの動くと。なのであの汎用型タイプなんですね。自分で考えて自分のために自律的に、それをあのそうじゃなくて渡辺芳美の道具となって動いてるのかっていうふうにしか見ない人たちがいるんだってことで、ああなるほどと。この時ね、ちなみにその選挙妨害に当たらないようにしなきゃいけないんですよね。そうです、うん、だから一応こっちも音出してるから相手がスピーチしてるのを書き消すと選挙妨害と言われかねないので、わざと何十メートルか離れておかれしますよ。でだけど何十メートルか離れておかれて消えてると今度は引き離されたり、その赤信号で、ね、離されたりするから、それを避けるためにもう一個別の軽自動車を用意して、その軽自動車でもうぴったりつけて追っかけて、で僕が引き離されたりすると今どこですっていうふうに連絡をしてくる、巻かれないようにする。でその軽自動車に乗ってたのが東野と桜子で、東野が運転して、で桜子が今どこですって連絡してきて、僕がその電話をどうやって受けてたのかは秘密なんですけど その時いろいろね、あの初めて、まあね、過去にそんな運動をやったことがある人がいないし、どこまでやると捕まるのかもわからなかったので、結構まあ逮捕覚悟だったんですよ、その時は。でもまあ逮捕覚悟ではあるが、できるだけ捕まらないようにしたいというのがあり、で一応何を選挙妨害にならないようにやってるし、かつ何をされてるか、ペースで止めてるから、選挙運動にもならないはずだというのはあったけど、何を理由にこう検挙するとか言ってくるかわかんないから、一応六法全書の中に積んで、で警察が何か言ってきたら、いやそれは要するに 何の条文で違反ですかって聞いて、そしたらそういうところですかって、これ当たらないと思いますけどねとか言って、いろいろその場でヘリクツこうやってこう逃げるっていうようなこともやりつつ、かつなんだ、毎日場所というか県を変えたんですよ。九州全域でやるっていうのはそういう作戦で、この警察縦割りだから、 ある県警で何か対応されてもダメだ、これ以上やったらなんとかだってなっても、別の県に行ったらまた一から対応やり直しだから
で、要するに毎日同じ県でやってたら1日目2日目は大丈夫でも3日目4日目ぐらいに向こうも対策思いついてなんかねやってくるかもしれないからそういう対策思いつかないうちにも別の県に逃げると別の県でやるそれを繰り返して、はい、1つの県だから期間中2回ずつぐらいかなたまにやってくるでわざとその今日ってそういうのを何日かやってると、ね、その隣の県の県警が警戒し始めるだろうからわざと1県飛ばして超夜中のうちに大移動してなんか福岡から突然宮崎に現れたりとかそういうのをねやり抜いた2週間か3週間かでしょうねでまあそれで結局は捕まらず止まってる。まあ、そっちで撮ってるでしょ。うん、そうそうそう。で、なんか、まあ、捕まらなかった、で、この原発推進課懲罰編成とかいうパフォーマンスは非常になんとかな、あのツイッターで、なんか、その時期はすごい盛り上がり、その期間中になんかフォロワーが3000人ぐらい一気に増えたりして でまあこれはいいぞと思ってあの東京で終わった翌々日ぐらいに東京でそのイベント、まあ、報告イベントみたいなのをやってでその打ち上げの席でまあ某極悪政党に属する活動家の方から今回のも面白いけどあの褒め殺しっていうのもあれも選挙犯にならないんですよ悪知恵を聞かされであそっかじゃあ次は褒め殺しやるかみたいな話になってでその翌年の2013年の参議院選では今度はその街宣車を原発推進の街宣車に変えてであの設定としては我々はテロリストグループであってあの常に我々は原発をターゲットとして狙っているで我々としては原発を残してくれる方がテロリストとても助かりますでついてはあの原発を推進している何々さんを私たちテロリストは全力で応援していますなんかそういうあの褒め殺し系のをやってねであの外戦車にもこんな国滅ぼそう原発でとか書いてあってでそれをまあ参院選で、その時ねたまたま僕自身が全国ツアーで組んでて新潟にいたのかな始まったで新潟でまあもともとやるつもりで看板用意してたから新潟で看板付け替えてで、新潟から東北北海道という、まあ、個人的なツアーの旅行中ずっとその原発推進あるというかまあその時はもう自民党にターゲット絞ってたから自民党原発推進の自民党を、ひたすら褒めちぎるパフォーマンスをずっとその2、3週間やりきってそれもまたあの面白がられてだけどまあ地方でやるとねなんか面白がられてもやっぱり地方でやるとちょっと弱くて で2014年の、松尾さんの都知事選の時も松尾さんもその88年の反原発運動を初めて盛り上がった時から、朝の間に出てはやっぱ推進の立場から喋ってた人だから、それをね都知事に出るとなると私は昔から脱原発派でとか言って嘘経歴詐称をやってるからさこれは懲らしめねばなと思ってで、まあ、全く同じやり方でその舛添さんを原発推進派として褒めたたえるとで、そういうのをやりましたねでしかもねその初日からその選挙最終日、投票日前日ですよね。までの間はずっと普通にというかまあ普通に褒め殺しをやってるわけですよ。でもあの投票日当日ってあの出てる人は何もできないんですね。もうひたすら家であのこう行方を固唾を飲んで見守るしかないんですよ。出てる人は選挙カーも出せないし。だけど我々はそういう法律があるんですよね。我々選挙出てるわけじゃないから当日も出せるわけですよであのその当日の朝に投票日の朝にまず舛添さんの自宅が渡ったんで舛添さんの自宅前に朝8時に行きで舛添さん長い戦いお疲れ様でしたとであの今日はなぜか舛添さんを休まれるとお聞きしましたのであの今日は動かない舛添さんの代わりに私たち過激派が舛添さん原発推進派であるということを都民の皆様に広くお伝えしてまいりますので舛添さんはどうか安らかにお眠りくださいっていう
って、で特にやっぱね、こういう大事なことは未来を担う子どもたちに伝えなければいけないと思うので、今日は特に都内の小学校、中学校、公立の小学校、中学校重点的に回りたいと思います、ね、でそれ要するに投票所なんですよね。でその日実際に投票所の周りをあちこちの投票所をなんかちっとにらめっこしながら小学校、中学校探しながらこう行って、でそれぞれの小学校の周りを1、2周する、ね、増井さん原発推進派だってことをなんか言いふらしながらただ投票日が一番そのね、選管にしても選挙違反取り締まりの警察にしても一番そういうことやってほしくない、なんかシビアになってる日だろうから、こっちもなんか気をつけて、で小学校の周りでもまあそういう私たちが過激化で原発推進を望んでいるみたいな話をした上で、ちなみに増添良一さんという方は原発推進派ですと、何かの参考にしてくださいって言いながらその小学校の周りくるくる回る。今日は何の日なのか我々よく分かってないんですけども、ね、でもまあそういうのを2012年の衆院選、13年の参院選、14年の知事選とは3回連続の大きな選挙であり、で僕らは一応選挙反対派なんだけども、選挙そのものを否定している立場なんだけども、そういうことをやっているとなんだかんだ言いながら、というのも結局原発推進派を落として、そういう、ね、選挙結果をなんとかしたいと思ってるんだなっていうふうに思われかねないので、そうじゃないんだと、これあくまでも面白い反原発運動をやることによって反原発派の士気が下がらないようにするこう手助けをしているだけであって、本当に選挙なんかどうでもいいと思ってるんだということをもっとやっぱ強力に打ち出さなきゃいかんなと思って、で去年の春の統一地方選挙、要するに全国各地でちっちゃい選挙、大きい選挙いっぱいやってる時に、特に福岡市議選の時に10日間ぐらいかな、その時に今度は選挙カーまがいの街宣車を作って、富山こういつとデカデカ書いてあって、まあ、横にはなんか選挙反対とか目指せ投票率 0% とか書いてあるんだけど、富山こういつとデカデカ、そのしかも富山がひらがなでこういつが漢字 で後ろは逆にね、富山が漢字でこういつがひらがななってるんだけど、そういう選挙カーでブルーのね看板ね、でなんかそういう選挙カー風のものを作って、ブルーっていうのは選挙カーにありがちっていうことですか。まあ候補によっていろいろだけど、なんかイメージカラーみたいななんか統一して、ブルーとかいかにもありそうじゃないですか。そうですね。でそういう感じの凱旋者にして、で富山富山でございますと言いながら福岡市内中をぐるぐる回り、で投票に行かないことを呼びかけるっていう、富山光一が投票ボイコットのお願いにやってまいりました。皆さんが投票に行くから誰かが当選してしまうんですと、誰一人投票に行かなければ全員ゼロ票、誰も当選できません、選挙には絶対に行かないようお願い申し上げます、一人でも投票に行かれますと誰かが当選してしまいます、やめてください迷惑ですとか言いながら福岡に市議はいりませんとか言いながらでそういうのを延々やって、でそれがね、事前にはなんか選挙期間中にそういう偽選挙カーを出してなんか投票行くなと、いかにも選挙カー風の口調でアナウンスしてたらおかしいかなというぐらいのアイデアだったんだけど、で実際やってみて面白いかなと思ってたんだけど、やってみたら面白かったんですよ。でこれは意外と面白いぞと思って、でちょっとこう調子に乗って秋の大阪の市長選、知事選のダブル選の時 もう初日から大阪入りして、なんか期間中ずっとその偽選挙運動を、ね、展開しました。その映像、動画とかを見るのがいいかもしれないですね。あ、そうですか。というかね、今ちょうどね、1回休憩時間なんだけど、休憩前にちょっと今のところでちょっと質問とかあったら、質問だけ書き出すでもいいかなと思ってるんですけど、なんかありますかね。
パッと今気づいたことで今話してた内容で、うんうん、とかあのそうですね、うん、他にこれ消すか消してもいいよね、まあ、あんまりもう後で、うん、じゃあ、後で動画つなげるんだけど、今出てる時にあの問題になってるのが、僕が聞いてて、僕がじゃあ聞きたいのは、じゃあ、あのファシズムで、一般的に言う、一般的なイメージと違って、真のファシズムはこうなったっていうことをあの説明されてたじゃないですか。まあ、真のファシズムが一般的なファシズムとどう違うのか、もうちょっと詳しくきちんと知りたいっていうのと、あとそれからあの選挙反対だっていう立場は僕は知っているんですけれども、例えば今日初めて富山さん の話をあの聞いてる人は、なんで選挙反対なんですかっていうのは多分あの思うと思うんですね。他にも何かいくつかあったと思うんですけど、何かありますかね。何か言いかけたのとか。いや、なんかちょ今の話とつながってわかんないです。美術、うん、その前衛美術家っていうふうにも働きで書かれて、前衛っていうところは結構気になるんだというふうに思ってます。前衛をどう考えているか、はい、富山さんが前衛をどう考えているか、休憩の後に話したい感じなんですけど、他になんか今思いつく何かありますかね。僕も他にもね、何かあった気がするんだけど、ね、あとは後で思い出すか。そうだ。で、あの反原発はもともとそうだっていうことをあのおっしゃってましたけれども、ただ反原発がもともとそうだっていうようなことはあのともからそこから出発するのは全部わかるんだけど、まあ、反原発自体も、根本的なところでちょっと気になってなんでなのかと。うん、そうですね。で、例えば具体的には反原発の方は結構むしろエコ好きな人の方がむしろ多かったりとかして、山本桜子さんとか反原発とそんな重要ではなくてムカつくことが多いんだけど、でもまあシステム、原発のシステムが美しくないからですみたいな言い方でなんとか自分の中で成功性つけてるみたいなんですけど、まあその場合はどうなのかとかいうようなこともちょっとお尋ねしたいし、似たようなことをちょっと僕は思いました。他に何か、まあ後で言ってもいいですけど、じゃあ一回ちょっと休憩にしましょうか。あの時計で、8時50分くらいから後半を再開するみたいな感じですかね。はい、じゃあ一回、はい、これの一回休憩、はい。